リッキーチカのレッチ深呼吸、はい、ですね、はい、まあ、夏場は、うん、あのビアガーデン B サイトからお届けしてますけど、はい、今日はちょっとあの収録っていうことで、はい、曜日は日にちは8月の22日か、はい、22日ですね、火曜日の、6時を回ったところです。はい、ということで、FM ギノワンの、B サイドでは、うん、あのやってませんので、はい、今日はね、収録で、はい、今お越しいただいてもあの収録になってますんで、はい、今日の放送はあのスタジオからということでやってます。はい、まあ、なかなかねあの収録って久しぶりなんでね、あのなんかね時事ネタはできないんですけど、はい、いつもの得意のね、はい、あの北のロケットの話とか、はい、もしかしたらもうすでに飛んでるかもしれないし、そうですね、もしか分かんないねこの先のことはね、放送まで天候もねもう台風が来てるかどうかも分かんないんですけど、うん、まあ、あの相変わらずあのビアガーデンの B サイドの方は、うん、まあ、売上好調ってことで、うん、あの週末はね、相変わらず予約なしではもう入れないっていう状況になってますんで、うん、まあ、浜ロケーションですからね、はい、うん、ですからまあ土日週末をお考えの方は必ずあの予約されてね、はい、B サイドにお越しください。はい、もう今とってもね、ベストシーズンですからね、うん、ビールうまいもん、気持ちいいよね、うん、まあ、実はあの今日、うん、収録の日は内緒ですけど、はい、今日はあのモアイで、うんうん、ビアガーデン B サイド使うんです。あ、そうなの？今日飲むんですよ。へえ、ね、今日の夕方から、あ、実際もうね今日汗かいて、いいですね、これから運動して、はい、さらに美味しいビール飲もうかなと思って。いいね。はい、ということで、今日はあの、まあ、収録になってるのはいろいろな事情がありまして、22日ちょっとあのいろんなイベントが重なりまして、うん、生放送がちょっとできなくなっちゃったんで、収録になってるんですけど、なんと今日のゲストはですね、ね、あの素晴らしい、ちょっとあの本当はですね、あのビジュアル的にお見せ しないといけないんですけど、ね、本当見せたいです。ツイキャスもね、あの収録なんであの、うん、ないですから、まあ、あのフェイスブックの方 あの画像画面でお確かめください、うん、はい、はい、で、昨日はですね、その方王ちゃんのね、うん、大川邦彦さんの、はい、あのラジオに実は 生放送生で出てきたということで、はい、お呼ばれしまして、はい、あのバトってですね、バトルをして、マジですか1時間生放送、本当時間がないぐらいやったんですけど、そのお返しってことで、はい、あの今日お呼びして、あ、今日はお返しっていうか仕返しですか今日は。いや、でも別にあのね、うん、あの勝った負けたじゃないんで、あー、オッケーです、はい、すごい楽しいあの内容だったんですけど、まあ、ちょっと話足りないなっていうところから、うん、急遽、うん、今日の、あ、いいですね、になりましたんで、はい、今日もファイでお願いします、はい、ということで皆さんね、あの、まあ、チェックしてお楽しみください。FM ギノワン、レッツ深呼吸、この放送はビアガーデン B サイド、ワインバーセントマリノ、プレミアムウォーターの提供でお送りいたします。はい、はい、FM ギノワン、レッツ深呼吸、今日の放送は、ビアガーデン B サイドからの生放送ではなく、はい、ちょっと収録になりましたんで、はい、うん、今日のゲストさんはなんと来ちゃいましたね。もうこれはね、あのどういうふうにご紹介していいかわからないので、うん、あのご本人さんから、はい、プロフィールご紹介、はい、自己紹介していただきましょう、はい、大川邦彦さんです、よろしくお願いします。メソレ、どうもです。あ、こんにちは、昨日の皆さん、こんにちはあの那覇に行ったらたまに見かけると思うんですけど、めちゃテンションが、そう、全身金づくめもう金の着物で歩いてます、キンキラキン王ちゃんです、よろしくお願いします。王ちゃん、よろしくお願いします。王、ね、まあ、ちゃん の, あの、はい、まあ、プロフィールをあの、ぜひ、リスナーさんに分かりやすいように、はい、ね、興味津々ですよ、本当、はい、あ、簡単に、はい、表向きのと裏とどっちが全部言います、ね、全部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 ですか、はい、あの私はですね、東京にいた頃は、はい、ブライダルプロデューサーの会社やっててですね、で結構ですね、まあ、いろいろスクールもやったりして各経営したんですけど、はい、沖縄にですね
遊びに来たんですよ、観光で、はい、で宮古島行ったんですよ、うん、で宮古島行ったら宮古島のユタっていうんですか、はいはいはい、神中っていうんですか、はい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 、もうあなた神様の神様の帳簿に、ね、名前乗っかってるから沖縄に来いって言われて、おお、それでなんだ、うん、それで僕、いや無理だよって会社がいっぱいあるからねって言ったらうん、うん、あんた来ないとね、これ信じなくてもいいんだけど、うん、2011年にね、うん、大きな津波が内地に来るからね、あんたどっちにしてもこっちに戻せるんだよっていうの、へえ、あんな津波って、その津波なんて来ないよって言ってたの、うん、そしたらで帰ったでしょ、うん、2011年3月11日、うん、津波が来て、うん、で津波が来て、あの現金どうしようかって、僕当時、うん、あの TBS 番組の世界バリバリバリューとかっていう番組に出るぐらいお金があったから、じゃあ現金代わりにっていうんで、うん、学校作ったの、うん、職業訓練校2つ、うん、であの被災者がいっぱい沖縄に来て仕事がないっていうから、うん、そこの学校の沖縄校の校長として就任して来たんですよ、うん、そうしたらね、街歩いてても後ろからね、おばあちゃんがね、うん、大川さんかいっていうの、うん、私は大川さんだよ、うん、おばあちゃん誰だいって言ったら私は上司っていうのかな、うん、あの偉いなんかね、そう、うがんつい一番偉い人、上司だよ、うん、あんたを夢で見てるんだけどって話して、そうそうそう、もう十何人よ、街でこけられたの、へえ、すごい、離島行ってもあの家島行こうが何伊良部島行こうが、うんうん、あんたを待ってたって言って住所まで言うから、あんたは那覇市の浅戸に家があるだろうとか、何で知ってんの、もう神様教えてくれてるよって、で結論から言うとね、伊良部行った時に、うん、あんまりやってるからね、あのプライベートな質問なんですけどって、うん、僕ね実は病気があるんですと、うんうん、もう10年近く難病って、うん、あの呼吸が止まってしまうんですよ途中で、今もですか、普段、それがね、なんでかなって聞いたら、あんた沖縄来ないからだよと、ルーティン様が苦しんでんのをね、あんたに教えてるんだよ、まさか10年も、うん、毎日、うん、俺をいじめてんの、そんなことして、うん、でも来てみようかなと思って、あんまり当たるから、うん、で一回東京帰って、はい、住民票移して、うん、本籍も移して、うん、こっち帰ってきた、うん、で伊良部島であの使命があったらやるかって言うから、うん、使命があったらやりますって海で叫べって言うから海で叫んでさ、はい、で住民票移してまた沖縄来たの、うん、それで小倉にいるまた別の人に、うん、あの沖縄に来たからね、神様に伝えてくれと、うん、報告してくれとって言って、小倉の人に祈ってもらったら、うん、小倉の人が、大川さん、あんた伊良部島行ったの、え、行ったよ、うん、で伊良部島で海に向かって使命があったらやりますって叫んだって言うから、え、叫んだよ、叫べって言うんだもん、うん、あ、そう、神様がね、もう使命やれって言ってるよって、本当、え、やらない、ちょっと今無理だよって、仕事も忙しいしって言ったら、うん、神様が詫び出ろって言ってるって言って、あっちこっち謝り行って、すいませんって言って、ね、で波の上行ったら、うん、分かった許すと、ただやめらんないぞと、うん、帳簿載ってるからやめらんないぞと、うん、やるか、いずれやります、うん、って言って、その日をもって病気は完治です。へえ、こんなのあるんだねえ、うん、びっくりだよね、うん、だからね、まあ別にそんな僕ユタじゃないし、うん、神事じゃない、やってないんですけど、うんうん、まあ、思う地の足を運んで、うん、あのみんなの幸せを祈り、平和を祈りですね、あ、もう沖縄にいなきゃいけない、日本の繁栄を祈り、はい、うんうん、そう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 、へえ、天皇陛下が、あの天皇家は結構半年に一度ぐらい沖縄に来てさ、うん、一生懸命沖縄のために撮ってるじゃない、はい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 、あれと同じように、なんかあの何、天皇家の代理みたいにして、まあ代理ちゃうとおかましいけど、うん、同じように沖縄のために撮ってますよ、へえ、はい、すごい、うん、え、今そんな方が隣に座ってるのそう、でもすごいじゃないですか、キンキラキン王ちゃん本当ね、めっちゃインパクトあるからねえすごい、もうだって王ちゃんは、はい、もう本当に今金のあのね着物着てますけど、うん、もう普段からこういう格好で歩いてるらしいんで、ね、前、うん、飲み会を開いたらその時にももうこの格好でいらして実はこれしか持ってないんです僕え、同じ衣装を何着も持ってるってことですか。そうです。あとは もっと金なんです。本当にもう本当に金なんですけど、さすがにね、夏の暑い日は眩しくてみんな金すぎて。髪から金、もう持ち物から金、ね、全て金キラ金で。素晴らしい。もうかっこいい帽子も金キラ金の帽子あるし、うん、びっくりですよね。ナイスですね。そうそうそう、素晴らしい。まあ、そんな感じの生活送ってね。うん、今生きてます、うん、そうでもやっぱり普段から、はい、王ちゃんそういう格好してたら、はい、あの仮眠中っていうか、はい、あのユタの人は、うんうんうん、あのあんた特別な人ですよねって見てわかりますよね、僕らでもまあね、確かにどうなんでしょうね、うん、どうなんでしょうね。でもね、これで池江島ってやっぱりね、あの本当に力のある人は、うん、わかるみたいですね、まあ、僕は何の力もないですよ、僕は、ね、あの全然何の力もないんですけど、うん、あの呼ばれたっていうのはみんなわかりますね、うん、あ、そうなんだ、そうそうそう、へー、でも沖縄ではそういう話結構聞くもんね、うんうん、多いですねやっぱね、うん、前、うん、あの番組でも話したかな、あの落ち恵子さんっていう、はい、あの日本のパッチ・アダムスって言われてる、うんうんうん、あの
精神科の女性の方で、そう、はいはいはい、背の低いあの、うん、おばちゃんがいるんですけど、はい、越智恵子さん、うん、まあ本も出してますし、はいはい、有名な方ですよ本当に、はい、東京、で、大学まで行って、はい、でアメリカ留学してまたあの女子医大とか、うん、そういったところも、経由して、うんうん、あの何ですかね、うつの方とか、うんうんうん、そういった方を、うんうん、あの前世をたどっていって、うん、またあのアロマの香りとかで呼び起こして、うんうん、あのそういうあの治すみたいなね、うんうんうん、そんなことをあのやってる方がいて、うんうん、すごい実績もあるから、うんうん、あの越智恵子さん追っかけの人もいるんですよね、うん、全国から。で恵子さんが、うん、あの何かに呼ばれるように沖縄に来たってことで、うんうんうん、沖縄に住んだんですよ、うん、で住んだ場所が、まあ、沖縄の人は分かるんですけど、中城モールっていうね、まあ東の方の海岸のところの、うん、あそこのアパートに住んだんですよ、うん、じゃあ恵子さんなぜここに住んだんですかって言ったら、うん、ここからあの宮城島が見えるから、うん、その宮城島に神が降りてきてると、うんうんうん、だからそこに呼ばれて私は来たんで、そこが見えるところに住みたいからってことで、うん、そこに住んだらしいんですよね。へえ、うん、で、まあ、その後あのコンベンションセンターで、まあ、大きなあれをやったりとか、うん、最終やったりとか、うんうん、あのその越智恵子さんを訪ねて全国からも結構来たりとかっていう、うん、風な話聞いたりとか、うんうんうん、でこんなあの王ちゃんみたいな話 の、うん、あの内容が沖縄で結構あるんですよね。やっぱ沖縄に呼ばれちゃうんだね。なんでだろう、これはやっぱり沖縄の島自体が、島全体がパワースポット的な感じなんですかね、うん、やっぱり神がいるんじゃないですか沖縄って。やっぱりね、神様が住む島って言われてますけど、うん、でもそれは思います。沖縄全部だと思いますけどね、うんうん、日本もね、はい、こんなちっちゃいし日本なんだけど、うんうん、昔からこの黄金の島があるジパングとかっていう風に、うんうんうん、あの日本自体もそう言われてきてるし、うんうん、で、まあ、ちょっと話は飛ぶかもしれないですけど、あの世界的に何て言うんですかね、フリーメイソンとか、はいはいはい、あのユダヤの人たちがいろいろね、うん、あの銀行の仕組みとかいろ、うんうん、んなのを作り上げてきたっていう話、イルミナティとかねあるじゃない、うん、で、あのそういう話を誰かさんが聞いたときに、うん、あの何ですかね、マソニッククラブですか、うん、あのまあフリーメイソンの中のマソニッククラブっていうのがあって、うんうん、でこれあの世界の中で、まあ、図式があって、うん、そのフリーメイソンの中でユダヤの人たちで何が誰がトップかっていう、うんうんうん、この図式を見たんですよ、うん、で一番頂点にいたのは、うん、ローマ法王でもないし、うん、まあ、世界では世界のトップにいるのは、うんうん、君臨してるのはもう全く論外、別の枠で、うん、あの日本の天皇が頂点にいるわけ、うんうん、世界の中でね、うん、すごい、まあ、それだけやっぱりね、何千年っていう、うん、このずっと続いてるっていうところがそうしてるのか、うん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 、そのフリーメイソンとかマソニッククラブのこの枠の中の外にもう上のもう論外のところのもう頂点にいるのが日本の天皇だっていうふうにある人が言ってて、うんうん、そうなんだってね、世界に秘密結社とかあるじゃない、うんうんうん、そういう中でのもう本当にトップのトップだし、へびっくりしてね、天皇、日本の天皇が、日本の天皇がよ、やばいっすね、うん、はあ、でまたいいのは天皇家ってそれでしかも腰が低いじゃないですか、うんうん、でも世界ってももちろんそういう位置もあるんでしたけど、うん、世界のやっぱりなんていうの、どんな大統領だろうが、うん、ね、ローマ法だらやっぱり天皇陛下の前に行くとやっぱりみんな再敬礼するし、うん、そこで決してなんていうの、大変な姿がないじゃないですか、日本の天皇家って、うん、いつも生活だって、じゃあ実際住んでる家って言ったらそんなんていうの、宮殿じゃないしね、本当につつましい生活されてるし、うん、なんかすごく、なんだろう、単にその地位だけの問題じゃなく、やっぱ人格として、うんうん、平和を愛する思いとか、うんうん、沖縄を愛する思いとか、うん、すごく人格として、その僕やっぱ天皇家ってすごくやっぱり日本人が誇りに思うべきところなのかなって気がしますけどね、うん、まあ、今ね、天皇がご存命のうちに、ね、うん、この次の天皇っていうような、うんうんうん、あの話、まあ、国会でこれは審議されて、うん、まあ、
なるだろうっていうふうな方向性になってるんですけど、うん、もうご高齢の今の天皇 の、うん、あの仕事とかっていうか、うんうん、普段のあれが、うん、ものすごい過密なスケジュールなわけ、うん、びっくりしたそれ見て、日本国民のために、うん、あの田植えをしたりとか、ほう、そういう田植えの行事とか、うんうん、いろんな行事ごとがたくさんあるわけ、うん、年間本当にもう200とか300とかっていう、へ、朝早く4時5時に起きてやる儀式があったりとか、うんうんうん、だからこれは世間にこの知らされてない儀式がほとんどなんだけど、うんうん、もう過密スケジュールだっけ、すごい、その間に外国訪問したりとか、うんうんうん、要人を迎えたりとかってあるじゃない、うんうん、すっごいわけよ、だからご高齢でも大変だからっていうことで、うんうんうん、もう次の天皇に変わろうっていう話もあるっていうこと、うん、まあね、一般的にメディアとかテレビで見てるこの天皇のお姿とか仕事ぶりっていうのはほんのわずかしか見てないじゃん。そうですね、うんうん、ほんの本当にもう100分の1何百分の1ぐらいしか見てない。それ以外のあのご公務行事ごとがものすごいたくさんある。めちゃくちゃ活動してるんだ。そうらしい。へびっくり。これなんかで調べたら多分全部出てくると思うけど、うん、本当ですか、ちょっと見てみたい。とんでもない数あるんだよね。へ、まあ、国民のためにやってるのがほとんど、うーん、うん、みんなが見てないところで、うーん、すごい。僕ね、うん、よく思うんですけど、うん、あの人の上に立つと、うん、例えば政治家でもそうだし、うん、学校の校長でも教師もそうなんだけど、うん、まあドイツや各国で実験もしたけど、うんうん、絶対に人の上に立ったり、うん、先生って呼ばれたり、うん、権力を持つと、うん、人って必ず傲慢になったり、うんうんうん、暴力的になったり、はい、あの映画で言うとよくあのレンタル CD、DVD 言ったら分かるけど、うん、S って ES って書いて S だったかな、うん、っていうのはね、あのやっぱり大学の中を刑務所を作って、うん、あくまで架空の看守と架空の、うん、その犯罪人を作って実験した時も、うん、ドイツではもう30何時間後にはもう死人が出るぐらい、うん、権力っていうものを持つと人間変わるっていうのは実験で出るんですけど、必ずね、人間ってやっぱり権力持ったり、うん、偉くなると、うん、やっぱ傲慢になったり横柄になったりするんですよ、うんうんうん、まあ自由も含めて経験も含めて、うん、今の政治家も含めてみんな、うん、ただ僕ね本当にあの天皇家がああいう姿勢でいられるのって、うん、多分やっぱりね僕たちが知らない、うん、例えばあの多分神の世界とか、うんうんうん、なんて言うんだろう、想像を絶する世界やっぱりもうよくご存知で、それは思う、うん、確かに、うん、傲慢になってはいけないとか、うん、やっぱり平和を愛せなくちゃいけないとか、うんうんうん、なんて言うんだろう、よくシークレットとかなんかさ成功の法則ってあるけど、うんうん、僕たちが知らない本当のこの地球が平和であるための法則みたいな、人が正しく生きるための法則っていうものを、うん、多分痛感されていて、うんうんうん、ああいう風に、うん、あのいつもハンブルでいて、うん、腰が低くて、うん、愛を持って生きることが一番大切なんだっていうことをご存知なんだろうなって思うぐらい、やっぱり、うん、確かにそのね、傲慢さ、おごりたかぶらさ一切見せないっていうか、うんうん、まあ、私けどおかましいけど本当そんな感じがする。そうですよね、はい、本当にあの涙が出るぐらい の、うんうん、あの東日本震災の時の、うん、あのなんていうの、もう思いをこう持って小雨に濡れながら、うんうんうん、この海を眺めて、うん、お二人がこうやってじっとこうあの、ね、うんうん、亡くなられた方試しにこう祈りを捧げてるっていう、うんうん、あのお姿っていうのを見るだけでなんかじっとくるしね、うん、一言も発してないけど何かしらやっぱり常に国民のためにこの思いをこう寄せてるっていうか、うんうんうん、すごいなって思うよね。うーん、よくエピソードでもさ、うん、あの三島由紀夫さんがさ、はい、あの一回公演の中で、いや別に僕はあの天皇陛下をなあのその持ち上げるわけじゃないけれど、うんうん、っていう話である時その2時間ぐらいの、うん、まあ、公演みたいな大きなイベントがあったらしいんですよ、うん、すごい炎天下の下、うん、その中三島由紀夫も暑いからぐわーって動くじゃないですか、うんうん、でも唯一天皇昭和天皇陛下だけもうその座ったまんま微動だにしなかったんです、うん、一切動かなかった、その精神力というか、うんうんうん、そのなんて言うんだろう、人とも意識のレベルが違うんでしょうね。いや、そうだろうな、うん、やっぱり微動だにもう動いその微動だにしなかった姿を見て三島由紀夫はやっぱりその精神世界、うんうんうん、僕
僕たちの知ってる世界を超えた精神世界で学ばれて生きてこられたっていうのを、うん、ただ単になんていうの、日本の国の政治家だとか当時の軍隊が持ち上げただけの、うん、何天皇じゃなくて、うん、本当に精神世界からも違うんだろうなっていう話を、うん、三島由紀夫が言ってるのを聞いて、うん、あやっぱり会ってる人っていうのは、うん、そういう生のね、うん、素晴らしいその天皇陛下の姿を見てらっしゃるんだなと思ってね、うんうん、改めて、うん、尊敬しましたよね。うん、まあ、ね、世界ではいろんなね、あの王様がいたりとか、うんうん、でものすごい財閥、ね、金持ちの人がいたりとかして、うんうん、あの帝王学とかって学ぶっていうじゃないですか、うん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 、振る舞い方とか考え方とかっていう、うんうん、それと似たようなその天皇学っていうのがあるんでしょうね、うん、みんなが知らない、うんうん、それは天皇家にずっともう何千年も伝わってきて、あの門外不出っていうか外にはもう、ね、その情報は出ないんだけど、うんうんうん、それはずっとあるんでしょうね。うーん、もうまあちょっと変な話かもしれないですけど、でも天皇って言ってもやっぱり子供産むじゃないですか、生まれるじゃないですか、うん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 、やっぱりその行為はなさってるわけじゃないですか、その儀式をね、はい、うん、だからそれも、うん、あのちゃんとあの立会人がいて、え、マジっすか、ご指揮されてるのかなとか、うん、あ、考えるわけね、想像しちゃうんだけど、あ、でもどうなんだろうねその辺ね、だから、まあ、まあそういう謎っていうかね、うん、不思議なところがあるからこそね、うんうん、やっぱり神々しいっていうかね、神々しいっていうか、うんうんうん、そういうところもね、うん、あるんだろうね、まあでも近代的になってきたからまだこう人間味っていうかね、うん、そういった感じはあのあえて出してきてますけどね、うん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 、その昔はこのテレビとかね、うん、メディアが発達する前は、うんうん、もう本当にすごい存在だったんでしょうね、うん、会うことはまずできないし、うん、顔見ることもできないし、うん、もう写真を眺めてあのみんなね、うんうんうん、あのなんか手を合わせてたみたいな感じでしょうね、うん、それよりもっともっと先、ね、江戸時代とか、うんうんうん、なんとか時代とかになったらもうそれこそ、ね、空想の世界だったわけじゃん、うん、天皇とかっていうのは、うん、まあ近代だから、まあ、テレビでも見えるし、うん、動いてる姿も見えるし、ね、うん、人間らしいところも見えたりはするんですけど、うん、沖縄と似てるのって、うん、沖縄ってすごく神事がもともと根付いてたしっかりした地域じゃないですか、うんうんうん、でユタとかノロとか、うん、その神事に入って沖縄を愛するその神人たちの儀式って、うん、まあ、久高でもどこでもそうですけど秘密で守られて、うん、その中で大神島なんかもそうですけど、うん、ね、もう長い期間山にこもって、うん、誰もその姿を見たことがないっていう、うん、あんな小さい島のね、うんうん、わずか40人今もう20人しかないけどその中でも誰も見たことがないって、あの小さい、ほんと小さいんですよ、うん、山に入ったらもうその山にある小屋すら見たことがないっていうぐらい、うんうんうん、もう徹底的な神事のルールってあるじゃない、あるんですけど、うん、沖縄はそれと近いものがやっぱり天皇家ってやっぱあるんでしょうね、うん、もう本当にその沖縄で守られた神のルールと同じぐらい、まあ、それもう何百枚ものすごいルールが、うん、この国を守るために、うん、でしょうね、だから僕さっきまでね神中と一緒にいたんですよ、呼ばれて今日、ああそうなんですか、神中って呼ばれてあの 森川公園っていうところで、あ、はいはいはい、あの普天間も普天間栗と連れてきたいっていう話で、はあ、まあ、行ってただに行っただけなんですけどね、うん、でその時にあかね、あ、実際は表に出ているストーリーは全部、うん、作られていてバーチャルってことですか、うん、本当はもう沖縄の神事は守られてるから、うん、本当のストーリーとか本当の右岸寺とか、うんうん、本当の聖地っていうのは表出てないもんだよっていう話なんですね、うん、まあ、別に普天間区は本当にちゃんと聖地で立ってますけどね、うんうんうん、なので、本当の神事っていうのはなかなか知ってる人は少ないんだっていう話、うん、だからそういう世界が、うんうん、多分やっぱ天皇家であるんじゃないですかね、うん、ある天皇家のね料理人の料理を作ってる人かな、うん、の、まあ、間接的にその知り合いの方から話聞いたんですけど、うん、あの王位継承っていうかその、ね、昭和から平成っていうのとかで王位継承するじゃないですか、その時に、まあ、聞いた話ってなんですけど、うん、あれなんですってね、あの神様と一緒に食事する時間があるんですって、うん、へえ、うん、だから別に天皇陛下しかいないでしょ、その辺には、うん、
神様と食事をする時間があって、うん、でもちろん天皇陛下しかいない部屋なんですけど、うん、神様と一夜を共にするっていう一日があるらしいですね、うん、だからもう天皇家って本当に何だろう、やっぱりね、天照大神とかまああります始まってますけど、うん、やっぱり神様と共にあって、神と共にこの日本が繁栄して、うん、でこの日本というものがやっぱり世界を共に手を取り合って繁栄させていくっていう、うん、何か大きな本当は意味があるんでしょうね。うん、すごい鳥肌立った、うん、だからあの去年でしたっけ、うん、あの伊勢志摩サミットがありましたよね、うん、日本で、うんうん、あの時にやっぱ世界の要人が来て、うん、伊勢神宮に行った時に、うん、やっぱりこの世界にはないような、うん、あの神々しい、この厳かなあの雰囲気があるじゃないですか、伊勢神宮。あ、僕は実際行ったことないですよ。でも映像とかでもう見たら、うんうん、僕本当に伊勢神宮にも行きたいんですよ、うん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 、もうすぐにでも行きたいんですけど、うん、なかなかこうね、うん、予定立ってて行けてないんですけど、あれをこうやっぱり見た時、あの場所でね、うん、やった意義っていうのはすごいあるなって思いましたね、うん、もうだから今ね大川さんが言ったように、うん、もうこっからあとはもう誰も立ち入れない場所とか、うん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 、もうある人選ばれた人しか入れないとか、うん、例えば、50年に1回しか、うん、それを見ることができないとか、うん、いっぱいあるじゃない日本にそういうのが、うんうん、100年に1回しか、外に出さないとか、うん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 、もっと言えば何百年にとかってあるわけや、こんなの本当に日本にしかないんじゃないかなと思うぐらい、うーん、たくさんそういうのがもう全国にまたまたがってあるから、面白いな、すごいなと思う。まだ、まあ、そういう不思議な部分がたくさんあるから、うんうん、そういうなんていうの、もうね、天と神様みたいなね、そういう崇拝される存在であるんだろうなと思いますね。うん、はい、ということで、なんかあのプロフィールから、はい、あのこういう話になっちゃいましたけど、ね、あのまあ後半ね、あの CM 挟んで、ね、あのちょっと話題をちょっと変えて、はい、了解です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、FM ギノワンレッチ深呼吸、今日のね、レッチ深呼吸は、うん、ビアガーデン B サイドではなく収録で、スタジオビスタで、はい、まあ、大川さんをお招きして、うん、はい、まあ、お話ししましたけど、前半はちょっとあの、まあ、大川さんの、うん、プロフィールから、うん、あの天皇の話まで、うん、行きましたけど、いやでも改めになりましたよ、はい、うん、まあ、実は昨日ね、はい、あの王ちゃん の、 あのラジオ番組出て、ね、で、まあ、沖縄の基地問題とか、うん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 、あの政治の問題とかね、うん、いろいろあのバトってきたんですけど、はい、その、 あの後半戦ってことで興味になったんで、ちょっとね、聞かせてくださいよ。まあ、ちょっと先ほどのね天皇の話にも若干、僕も気にかかるところがあって、はいはいはい、っていうのは第二次世界大戦がね、まあ、うん、この間終戦記念日、72年目の、ね、うん、終戦記念日あったんですけど、その、大東亜戦争、第二次世界大戦が勃発した時に、うん、もう天皇はもちろん反対してるし、うんうん、でもなぜ、戦争が、ね、起こったかとかっていう、うん、その話を最近ね、いろんなところで、何がきっかけだったかとかね、うんうん、何が引き金になったかとかいろいろあるんですけど、うんうん、まあ、大まかに言えばね、うん、やっぱりその時も今の北朝鮮みたいに、うん、日本に対してアメリカとか、うん、まあ、近隣の世界がね、うんうん、他国がいろんな締め付けをしてたわけよ、うん、まあ、経済制裁みたいなね、うんうん、一番は日本って資源がないんで、石油とかなかったんで、うん、あの時、うん、そのオイルを止められたわけよ、うん、まあ、橋をって話するんだね、うんうんうん、でもう燃料がどんどんなくなっていくじゃん、はいはい、日本、うん、ね、燃料はないけどもう戦いは始まってたわけよ、うん、まあ、今の北朝鮮とアメリカみたいにね、あ、はいはいはい、うん、じゃあもう残りの燃料少ないから、うん、もう戦争やっちゃえみたいな、簡単に言えば、うん、そんな感じ、はあ、で、うん、で真珠湾攻撃から始まって、うん、先に日本が仕掛けたから戦争が始まったみたいな、うんうんうん、ストーリーっていうか、もうそういうふうになってるけど、うん、実は真珠湾攻撃もアメリカはもう知ってた、知ってた、知ってたっていうのがもう公開されちゃった、うんうんうん、それは、だいたい秘密文書っていうのは何十年間保管するとかってこう決められてるらしいんだよ、うん、80年間これはもう、うんうんうん、
開けちゃいけないとか、うんうん、この情報は出しちゃいけないとか、うん、真珠湾攻撃も、うん、そのまあ期限が過ぎたから、うん、解かれたわけ、うん、そしたらその中には、うん、実は日本の暗号を、うん、アメリカはすでに解読してたわけ、うん、だから日本の暗号の中には真珠湾を攻撃するっていうのはもう解読が進んでたから知ってるわけよ、うんうんうん、アメリカは、うんうんうん、だけど先に手出してもらわんと、うん、こっちが叩けないから、うん、もう先にね真珠湾を攻撃させて、うん、バーンってやったみたいなことが事実らしいみたいな、例えばあの、ケネディの暗殺とかね、うん、あれは100年閉じられてるから、うん、あと何年後かなにもうこれはオープンになるんだけど、そういうのとかあるわけ世界には。なんだそれって話、なんか意味わかんないあの、まあ、そういうのとかあったりして、うん、まあ、あのなぜじゃあ、引き金になった理由っていうのは、うん、その当時あの、まあ、今もあるけど毎日新聞、うん、毎日新聞があの世論をね、うん、あの戦争しないといけない、うん、で国民は国のために、うん、天皇のためにあのもう学徒兵士とかなって、うん、戦う準備をしないといけないっていうのを、うんうんうん、どんどん世間を煽っていったのが毎日新聞だっけ、うんうん、これはもう本当にもう大体知ってるこの話は。だからあのこの戦争を始めてしまったあの本当にあの悪人は、うん、悪人っていうかもう毎日新聞だっていうふうに僕も思ってるわけ。うーん、だから世論をねこうやって、うん、あのなんていうかな、まあ、沖縄の二大メディアもそうですけど洗脳してそういう思いに知ってしまった罪は大きいと思うんだよね、うんうんうん、だから毎日新聞がもうこうやって全国にさ、うん、あの学校でも竹槍を持って練習しないといけない、うん、敵のためにやらないといけないとか、うん、でだんだんこうあの洗脳されていったわけさ、うんうんうん、で戦う準備もして、うん、で戦争が起こったら行けみたいな、赤札が来たら行くんだよみたいな、うん、喜んでみたいな感じになったじゃん。そういう風に作られていったんだ。そう、あんなあのまだね今みたいにメディアが発達してない時にだよ、うんうんうん、新聞だけで、うん、ああいう風になるっていう、うん、まあ逆に言えばね情報が少なすぎるから、もうそれしかないからね。そうそうそう、テレビもないし、うん、そうそうそう、新聞がしか、うん、ね、情報入ってこないからさ、物事を教えてくれないというかね、うん、それをね日本国が、うん、発行してる新聞みたいなもんだから、うんうん、信用するしかないもんね。で戦争に突入していって310万人の犠牲者がね出たという、もうすごい短く話しましたけど、うんうんうん、ね、そんな感じだから天皇も実はねあの反対してたんだけど、うん、そういう世論に押されてっていうかね、うん、そういうふうなこともまあ政治的なものも関わってたのかなっていうのもね、うんうんうん、ちょっと思ったわけですよ。うーん、どうですかね、おーちゃん、その辺の話は、うん、いやいや、あのいい、まあ、うん、僕の情報が全て正しいってわけじゃないんで、うん、そうですね、あの過去の話って結構やっぱり分からないじゃないですか、うん、そうですね、うん、本当にで、だからもうどういうふうに僕もその、まあ、感想になっちゃうんですけど、うん、僕はだからもう今を見るしかないのかなと思っていて、うんうん、ごめんなさいね、だからもう、うん、今の天皇っていうのはすごくやっぱり平和を重んじくれてる、うん、そういう、ね、方々なので、もう今の天皇の姿を見て、まあ、信じてというか、うん、もしかないのかなとしか思ってないですけどね、うん、もう本当過去が分かんなくて情報が、ね、すいません、うん、あの僕もあの、はい、はっきり言って過去はどうでもいいんですよ、はい、今現在とこれからが大事なんですよね、うんうんはい、でその話をしましょう、うんはい、まあ、今もう昨日、ね、おーちゃんのラジオでもちょっと話したんですけど、はいまあ、今 その沖縄に置かれてる問題ね、うん、基地問題とかまあ、政治もそうですし、うん、メディアもそうですし、うん、その辺を中心に昨日ちょっとね話したんですけど、例えば地下から見て、うん、どうなの、その沖縄の基地問題とか、うん、その変更メディアとか、うん、その政治の力とか、うんうんうん、その3つの方向性から見てどんな感じ、もう何を信用していいのか正直わからないです。今のメディアもね、タイムスとかもやっぱそうですけど、うん、それで今ね、八重山日報とかいろいろ正しい情報ってことでやっぱ動いてるところもあって、うんね、もう聞いてるだけしか自分今できない感じですね。なんか
チカの世代で、うん、やっぱりこのネットで検索したりとかして、うん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 、自分から情報を取りに行ったりとかしてる？はもう自分も初めはやっぱり政治とかそういうの興味がないって言ったらね、うん、あれだけどよく分かんなくて、まあただポーッと見てるだけみたいな、うん、でもこういった感じでラジオとかやり始めて、うん、いろんなゲストさんとか来ていただいて、うん、ね、リキさんからもいろいろ話を聞いてやっぱり、うん、検索はするようになりました、うん、でやっぱ友達とかとも話にもなったら友達もああ結構知ってる方もやっぱり多くて、うん、あみんな一応ちゃんと調べていろいろ見てるんだなっていうのは感じますよ。やっぱみんな調べたりしてますネットとかで、うんうん、まあ、せっかくね選挙権持ってるわけだから、うん、一票のね重さっていうのは絶対あると思うんで、うんうんうん、1人がね10人で10人が100人で1000人っていうふうにその票の積み重ねによって代表を選ばれてくるわけだし、うんうん、その人が市町村を良くしたり県を良くしたり国を良くしたりってしてるわけなんで、うんうん、その辺はもう責任世代として責任持って、うん、当日投票してほしいんだよね、うんうん、そのためには情報を得ないといけない、正しい情報を得て判断しないと、うん、そうそうそう、あこの人になってもほしいとかさ、うん、に結論に至らないわけじゃん、うんうん、だからまあそういう情報を得ようとしないから政治に興味なかったりとか、うんうん、そうですね、うん、確かに、だからそういうことじゃなくてね、政治に興味あるとか、うんうん、そういう問題じゃなくて自分の将来に興味を持つとか、うんうんうん、自分の子供世代に興味を持つとか、うん、やっぱり幸せになってほしいじゃない、うん、いい世の中になってほしいじゃん、うん、そういうところに興味を持つっていうことが政治に関わるってことだと思うわけさ、うんうんうん、政治は究極の町づくり地域づくりっては僕も思ってるし、うんうん、だからそういう我々責任世代としてね、うんうん、そういう責任はあると思うわけ、うんうん、だから自ら情報をね、うんうんうん、取りに行く、うん、ネットでも今たくさんあるんで、うん、その中にもやっぱり偏ったね、右に偏りすぎてるとか、うんうん、左側とかっていろいろあるんで、うんうんうん、それを自分なりの解釈として受け止めて、うん、納得してから投票するっていう、うんうんうん、そういう行動をしてほしいんだよね、うん、まあ、そういう行動をしてない人がやっぱりあれですよね、うん、誰がなっても同じだよって言葉を言いますよね。そうそう、うん、そうなんだよ、うん、だからそうじゃないんだよね実際、うんうんうん、誰がなっても同じじゃないし、うん、それは僕は実体験として見てきてるから、うんうんうん、あこんなにも政治家が変わるだけで、うん、地域が変わるんだっていうのは、うん、僕実感してきたから、ね、自分も目を向けるようになって、うん、やっぱりああそうなんだなって感じましたね、うん、いろいろ分かることがたくさんありました、まあ、実際ね、まあ、おうちゃんも、うん、まあ、出身は内地出身ですけど、もう沖縄にも長いし、うんうん、沖縄の問題点、今挙げた基地問題とか、うん、政治の問題とか、うん、ね、でどう思いますか、うん、聞いてみたいですね、うん、まずじゃあ選挙の話からすると、はい、僕ね選挙って言えばやっぱり投票率やっぱ少ないじゃないですか、はい、他の国に比べて、はい、やっぱり例えばこの間ね香港が中国に返還されて、はい、だけどやっぱりもうなんていうのかな、全然政治家たちが勝手にね次の政治家も決めてしまうような中にいて、香港の若者たちが立ち上がるじゃないですか、うん、こんなんじゃめだっつって、うん、選挙権どこ行ったんだっつって、うん、でそういうふうに奪われた人たちっていうのは自分の権利を、うん、奪われた人たちは日本の若者を見て、なんで日本の若者は選挙行かないんだ、うん、ってなるじゃないですか、うん、僕それ正しいと思うんですけど、やっぱり日本は今すごく恵まれすぎてる部分があって、やっぱりもしかしたら一回どっかで何かを奪われたり、うんうん、日本の昔の高度成長期、あの時ってやっぱりなんて言うんだろう、自分がこの日本を良くしようとか、うんうん、助けようっていう思いで正義感でもってグワーって高度成長期いったじゃないですか、うんうん、貧困な日本の国民を助けようと思って、うん、今豊かすぎて、うん、それも結構弊害になってるのかなっていう気がしてしまってならないっていう部分があって、うんうん、が一つですね。あと基地問題に関しては本当に例えば基地があることを反対している人たちがいるじゃないですか、うん、まあ、もちろん賛成している人もいるんだけど、うんうん、内地の人から見るとね、実際に例えば具体的にじゃあ基地がなくなった場合に、例えばじゃあ今いる1万人の雇用問題がどうなるんだろうとか、じゃあ基地が存続した場合、まあ存続した場合と存続しない場合のそのメリットとデメリットがもっと明確に出てもいいのかなと思うんだけど、あんまりそれはなくて、ただ単に反対とかやってるにしか見えないんですね正直。だから多分沖縄県民の人もね、多分
どっちがいいんだろうっていうのを思ってんじゃないのかなっていう気がしてならないですね、うん、あと沖縄県民の人は意外とやっぱりもう生まれ育った人は本当はあの基地があった方が自分の身内をみんな働いてるんだけど、さすがに賛成っていうのはやっぱり沖縄県の心を考えると賛成とは言えないんじゃないかとか、うん、結構いろんな複雑な問題が絡まってるんだなって気がしますけどね。そうね、まあそういう考えに至るのもやっぱりどうしてもこの変更のメディアに僕はもう常にあの、ね、思っちゃうんですよね。そういう考えになっちゃう、まあ、あの確か雇用の問題とかもあるんですけど、うん、僕は基地で働いてるその1万人の従業員よりもあの僕はあのなんていうんですかね、まあ、日米安保っていうか、うん、その日本国を守るために、うん、まあ、自衛隊とか、うん、でアメリカ軍含めて、うん、今のこの、ね、緊迫した状況を、うんうん、じゃあ誰が守ってくれるのかとか、うん、あのまあ、最近この間ね、あの終戦記念日の時に我那覇雅子さんが、うんうんうん、靖国の方でね、うん、あのスピーチした、うん、すごかったですね、中で、うん、本当にあの、まあ、共感したのがあの我々日本国民は、うん、自衛隊を守り、うん、で自衛隊は日本国民を守ると、うん、この考え方が、うんうんうん、非常に正しいのかなと思うし、うん、だから自衛隊は違憲だっていう、あの憲法に載ってないから違憲だっていうその考え方がね、うんうんうん、めちゃくちゃ古すぎるっていうか、うんうんうん、ナンセンスっていうか、うん、じゃ あの違憲であれば、うん、あんな東日本大震災とか熊本大分の震災の時に、うんうん、自衛隊動かなければいいじゃんみたいな、うんうん、認められてないんだあれば、うんうんうん、でもそうもいかないじゃん、うん、一番やっぱり役立ってるっていうかあの助けてもらってるのは自衛隊の方々だし、うんうん、で尖閣諸島 あの、まあね、審判とかね、ああいったのもスクランブル発進して、うん、もう毎日のようにあのジェット機飛ばしてね、うん、あの追い払ってるのも自衛隊の方々だし、うん、命張ってんだよね、うん、そういうのをね、うん、出してくれないですからね、どういう活動をしてるっていうのを、それをね、あの正確にやっぱりメディアもこう、うん、出してくれると、うんうんうん、あの自衛隊に対するあの感謝の思いとか、うん、憲法9条にも、うん、あの自衛隊を明記しようとか、うん、っていうふうに憲法改正の方に流れになると思うんですけどね、うんうんうん、どうしてもあの安倍総理が憲法改正では言ってるけど、うん、ならないのは、うん、そのメディアのせいもあるんじゃないかなっていうのをとっても強く思うし、うん、非常にこうなんていうかな、理不尽な感じがしてね、うんうんうん、ならないんですよね。うん、確かに、あんなに助けてもらってるのにね、これをちゃんとみんなに教えてほしいです、うんうん、もうあの東日本震災の時に、まあ、僕は別の活動でアジアチャイルドサポートの、ね、理事やってる関係上、うんうん、うちの駅間代表も東日本震災にすぐ飛んで行って、うん、もう何十回と足運んで向こうでも物流センターも構えて、うん、自衛隊の方々の本当に活動をね、うん、スナップ写真にたくさん撮ってきてるわけ、うんうん、で現地の自衛隊の人たちとも話とかして、ね、うん、やってる中でもう生の声僕代表から聞いた時に、うん、びっくりしたのはもう本当にもう毎日のように何十体何百体っていうご遺体をね、うん、これ運んできてもう、ね、何ヶ月もかかって、うんうん、ずっとやってて、うん、もうある自衛隊はもうこれであの、まあ、変なうつ病というかね、病気になって、うん、あのもう心が病んで自殺された方もいたりとか、うん、あのもう大変な思いをして、うんうん、体力的にも大変だし、うん、自分たちがあの温かいお湯でね、うん、お風呂入るんじゃなくて、うんうん、本当にあの地元の人たちを中心に、うん、あのやってた、うん、一番でもあの疲労してるのは彼らなのに、うん、でもその逆本当に辛い思いのこの現場を見てきてるわけ、うん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 、そういうね命張ってやってる人たちに対して認めないとかさ違憲だとかっていう、もうけしからんと思うしね、あれちょっと聞いてもいいですか、はい、自衛隊の存在は、うん、まあ、もちろん日本を守るためにその災害からも、うんうん、災害で救うのあった人を救うにもね、必要としてあり、うん、として、うん、でただ戦争も絶対に何て言うんだろうしない、うん、放棄する、うん、で
リッキーさんとしてはどうなんですかね。戦争は絶対もう放棄する、うんうん、でも自衛隊は自衛隊として認める、うんうん、でいいんですかね。いや戦争放棄するっていうのは、はい、日本からは先制攻撃とか攻めない、うん、ただやっぱり向こうから攻めてくる人がいるん で、うんうんうん、でそれに対しては防衛しないといけないんで、うん、その時に日本 の、 自衛隊とか、もう僕は本当は日本軍があった方がいいんですけど、うん、そういうふうに自分の国を自国で守れる、うんうんうん、あれがないっていうのが非常におかしいんですよね。守るための、うんうん、もうだってね、みんな、うん、ただね、うんうん、もう殺されるのとか、うん、侵略されるのをただ待ってるのかと、うん、戦争放棄したからやれっぱなしか、うん、みたいな、おかしいじゃないですか、うんうんうん、あれは難しいんですかね。例えばだけど自衛隊は存続していると、うん、日本を守るんだけども、うん、そこに絶対武力は介入しないって難しいんですかね。それなぜかというと、うん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 、一つはね、まあ、いろんな角度があるんですけど、一つは、うん、僕ら海外行ってたじゃないですか、うん、僕多分ね日本の技術は確かに高いものあると思う、うん、空軍も潜水艦にしても、うん、いろんなものレベル高いと思うんだけど、うんうんうん、正直海外と思うことは、うん、今の日本人はもう自分の国を愛する気持ちのある若者は少ないから多分負けると思う、うん、なぜかというと海外行くじゃないですか、うん、韓国の人も中国の人もタイの人もそうだけど、うん、やっぱり自分の国に対して誇りを持ってるし、うん、この国を守ろうってうん、とか、例えばさっきの選挙もそうだけど、うん、意識がみんなあるんですね、うん、だけど僕アメリカに10代からずっといるんですけど、うん、日本から留学できてる若者っていうのは大体日本悪く言ってるんですよ、うん、I don't like Japan とか、うん、And I don't know 天皇とか言うわけですよ、うんうん、好き嫌いはみんな個人でいいと思うんですけど、うんうん、それを口に出すのは日本人だけですよね。これはマジですか。これはですね、日本の教育が悪いんですよ。その日本の教育っていうのは、うん、戦後72年間かけて、うん、もう北からずっと、うん、要は共産党の教育で、うんだって日本国旗掲げたらダメとかさ、うんうん、日本を悪として扱った教育されてきてるわけ、うん、君が読むことはないじゃない、あ、うん、こういう教育されてきてるから愛国心なんか持てないじゃん、うん、でもアメリカだったらもう心臓に手当てて、うん、国家を引いてるとかね、うん、もう国家斉唱とか日の丸をあげるっていうのは当たり前なんだけど、うん、そういう教育を出されてきてないから、うん、若者もそういう風に育ってきてるっていう、そうですよね。だからね、うん、だからもう今は日本はもうだいぶね、海外の人も日本になんていうの、気がっていうかさ、うんうんうん、してるけど、もうだいぶもう影響を受けすぎちゃってるから、で今から変えようと思ってもそうでない人たちがたくさんいるから、うん、もう戦争は放棄して、どっちかったらやっぱり自分の国守るは守る大事だけども、戦争は放棄するしかだいぶないんじゃないかな、もう本当に難しいんじゃないかっていうのを、うん、海外にいた僕はすごく思う、うん、うん、だから、ね、戦争放棄って言ってもだからやれっぱなしで侵略されて、うん、で日本っていうことでがもう日本がなくなること自体が非常に怖いわけで、うんうんうん、そこでアメリカと各国とうまく連携して日本を守れないんですかね。だから、まあ、それが日米安保条約とかそういったので守られてるんですけど、それすらまた反対する人もいたりとか、その米軍基地反対とかって守ってくれてる人たちに対して反対してやってること自体もだからおかしいなって思うから、まあこの話は本当に尽きないんですけど、これはまたね、王ちゃんを王ちゃんまた来てもらわないといけない感じだね。月に1回来てもらっていいんじゃないですか。なんかこの辺はもう本当にもうキリがないぐらい奥が深いわけ、うんうん、人の考え方とか、うんうん、思想とかも入ってくるんで、うんうん、そうだよね、現状もあるか ら、 だからこれはもう、うん、この番組でもね何度もいろんなゲストと話してきてるんですけど、うん、全くね、うん、終着点がないっていうか、そうですよね。そういう話なんで、日本人って簡単に一言だけ言うと、はい、多分逆に今度自分の国を愛する方に入ってた場合には、確かに日本人はね、うん、義理とか正義感が強いから、うんうん、確かに強くなるだろうけど、うん、一気に確かにね、右寄りじゃ変だけど、うん、確かに強い国であるから、
韓国中国は恐れるでしょうね、逆にもう一回そっちの勉強し始めたら日本人がですよね、その辺はやっぱり日本人の忠誠心とか、あの阪神タイガースの応援見たらビビりますよ、はい、外国の人はあの野球のねわーっていうことで、まあでもあのもうみんなね、右も左もみんな仲良くですよね、はい、そうです、真ん中で仲良くっていうことで、そうですね、みんな仲良く今日のところは締めたいと思います、はい、またあれあの、はい、お茶の機会あるときに、ね、はい、来てもらいたいです、面白い、ね、続けたいと思いますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います、よろしくお願いします、本当にもう昨日の今日で突然だったんですけど、はい、いい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、はい、また来週皆さんお会いしましょう、ごきげんよう、はい、ありがとうございます。